皆さんこんにちは、こんばんは、みさこです。今回は弾丸でバリに行ってきた様子をお届けします。それではレッツゴー。7月31日から8月5日までバリ島に飛びました。ロムアン空港からベトジェットエアを使ってバリに向かいます。日本の帰国前にタイに1回戻ってくるので、大きな荷物は空港に預けていきました。天気が良くてとっても快適な空の旅でした。バリ島に着いたらまずは SIM カードを購入します。空港に緑があってとっても開放的でした。空港の中にグラブオフィスがあったので、そこでタクシーを手配して移動しました。無事ホテルに到着。着いた、バリです。いやもうなんか道もすごかったし、あの今廊下でイモリさん、イモリさんにも会ったし、すごいなって感じなんですけど、夜に着いちゃったから昼が分からなくて。よし、ベランダも広くてとっても快適です。ちょっとした洗濯物だったらここで干してすぐ乾きそうですね。翌朝お腹も空いたので近くに朝食を食べに行くことにしました。カフェとコワーキングスペースもあって Wi-Fi も爆速だったので、とても快適に過ごすことができました。タイとはまた違った街並みでとても素敵ですね。頼んだのはフレンチトースト、そしてコーヒーです。バリ島はフルーツがとにかく美味しいので、こちらもとても美味しかったです。ふわふわのサクサクな感じで本当に美味しかったので、これもう一回食べたいな。バリの風景を見ながら撮る朝食、最高でした。めっちゃいい。バイバイ、 Thank you。 あーめっちゃ良かった。さあこいつは大変なことになってしまいました。両替所聞いたんですけど、モーターバイクで 2,30 分かかるよって言われちゃいました。マジか、やーべー、金なしみんだぜ。まあ、でも私なんとかなると思う。なんないかな、わかんないけど。めっちゃウケんな。ウブドまで行くのもお金かかっちゃうからめっちゃ困るなって感じ。やんべー、これはやんべー。とりあえず、わ、すごい。夜見えてたんだけどさ、ここ壁のね、絵がすごいのよ。うわお。めっちゃすごい。さあ、そんなこんなで、私のひどい旅が始まってしまいましたゆえ、ちょっと歩いて、世の中を見たいと思います。歩けるここ。この速度でバンバン走ってて。そう、あのね、歩いてる人本当にいないの。びっくりするほど歩いてる人いないよ。あの店の前には人はいんのよ。なんだけど歩いてる人はマジでいない。びっくりする、マジか。頑張ろう。バリ島の主な交通手段はもうバイクです。バイクがガンガン走っていて人が本当に歩いてなかったです。歩いてるとふとしたところでバリ島ならではの風景が出てきて、それもとても楽しかったです。日差しが強いので本当に昼間は人歩かないんだなって思いました。こっちはなんか作ってる、すごい。途中で見つけたこれ、どうやらビラが建つのかな、マンションかな。こういう間取り見るの大好きです。少し歩いたところにおしゃれなカフェを見つけたので休憩していくことにしました。パソコン開いてる人結構いましたよ。ここでドリンクを頼んだらいちごサービスしてくれました。めっちゃ嬉しい。そういえば私グラブ使えるんでした。ということで換金しに行きます。な
んかちょうどお祭りだったのかな、至る所に飾りがたくさんありましたね。無事換金することができたので、またまたおしゃれカフェでコーヒーをいただきます。バリ島はね、本当にカフェがたくさんあるので全然飽きません。そしてなんか音がするなと思ったら、子供たちが獅子舞みたいなのをやってました。これで街を練り歩いてるみたいです。そんなこんなで今日はカフェ巡りデーにすることにしました。立ち寄ったのはかき氷のお店、思ったより大きくてびっくりしました。メロンのかき氷なんですけど、ゴロゴロしててちょっと食べるの難しい。で、上に見えてるものだけかと思ったら、中にもザックザク入ってて、すごい量のメロンでした。夕方になり始めたので、ゆっくり散歩しながら帰ります。すっかり夜になってご飯を食べ忘れていたので、近くでご飯を買うことにしました。ワク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 、うん、あ、チャイちゃん、ナシゴレン、チャイちゃん、イエス、わーお、お母さん、わー、おお、ジャパン、ジャパン。ミーサーコ。Yes? My name is Selena. Selena. Nice to meet you, Selena. 楽しみ。楽しみ。テイクアウトしてきたナシゴレンです。スプーンついてる。見えるかな？これ。今回泊まった宿なんですけど、共同キッチンがありました。共有スペースも結構広くって、ノマドワーカーや長期滞在者も結構いたように思います。プールもあったので、またここちょっと泊まりたいですね。そしてバイクレンタルもできそうです。街の中の移動はこれで OK。 朝食をいただいて、これからクタビーチへ向かいます。目的はバリ島に着いた時に空港で仲良くなった男性とその友達とご飯を食べるためです。タクシー40分ほどでクタビーチに到着しました。クタに来ました。クタビーチ、やば、ここめっちゃ暑い。すごいよ、海だよ。なんかスペインの儀式感がある。それから初日に空港で会ったお兄さんに会います。わーい、すごいよー。わー、I buy one so you put the, the middle of the table. What do you want? Yeah. You can. Yeah, right. Okay. Two big ones. Yeah. Okay. Okay. A little bit romantic. Yeah, yeah, romantic. Yeah. Okay. Is it gado gado? Yes. I don't want this one. Yeah. This is... This is peanuts are huge. Is that gado gado, right? Yeah. Is this gado gado? Yeah, this is gado gado. This is something sweet, this one? Yeah.晴天にも恵まれて、国際交流をたくさんしてクタを後にしました。そのままタクシーでウブドに向かいます。ちょっとだけのビーチの滞在でしたが、たくさんの人と話せて幸せでした。次はウブド編です。